こんにちは、かけむらです。最近インプレッサーの動画のネタあんまりアップできてないんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。こちら、この度ユピテルさんの取締り対策レーダーの方ですね、ミラー取り付けタイプコンブテックさんのレーダーの方がちょっとですねくたびれてきてしまって、今回改めてまた買っちゃいました。これの動画テストレビューですよね。土曜日また撮影してきて来週あたりアップしますので、またぜひご覧ください。で、マニュアルシフト 6MT っていうチャンネルの方にクスコのストラトタワーバー取り付けのレビューの動画アップしてますので、よければぜひ見ていただければ嬉しいです。今日は関西スーパーさんの方で、見つけました新商品なんですけれども、有馬さんっていう噛みながら飲むマンゴージュースっていうんですかね、ゼリーなんでしょうか、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。有馬噛みながら飲むマンゴーナタデココ入り、あ、ナタデココが入ってるんですね。果汁は 20% ということです。それではしましたら、まず原材料目の方をご一緒にご覧いただきたいと思います。ナタデココがまず先頭に来てますね。次にマンゴー、砂糖、酸味料、安定剤、香料に保存料、着色料ということですね。あとカロリーの方はすいません、記載がないですね。ないです。ここに製造も販売元さん書いてあるんですけれども、神戸って書いてますよね。神戸の有馬温泉の近くで作っているっていうことなんでしょうか。有馬温泉といえば炭酸せんべいですけれども全然関係ないですね、すいませんはい、こちらが有馬さんの噛みながら飲むマンゴーのジュースの中身です。いっぱいナタデココが入ってます。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うん、そうですね、普通にナタデココ入りジュース、伊藤園さんとかにもあったと思うんですけれども、それと似たような感じで、別に噛んで食べるって大げさなほどではないんですけれども、すいません、偉そうに。で、マンゴー、中身のマンゴージュースの方なんですけれども、そうですね、しっぽりとした、マンゴーテイストで、そんなに甘くなくて、マンゴーのいいところをギュッと詰めたような、テイストになってます。すごいまろやかになってますね。美味しいです。ちょっと僕がチェックしてみます。うん、マンゴージュースとしては美味しいんですけれども、ナタデココがちょっと小さくカットされすぎてて、そのままどちらかというと飲み込むこともできますね。噛みに行こうとしたら逃げるんですよ、ちっちゃすぎて。なのでちょっとだけその辺ストレス溜まるかなっていう感じなんですけど、とりあえずでも美味しいです。これは関西スーパーさんの方で、見つけてまいりました。もう一個はリンゴ、アップルの方ですよね。もう買ってきてますので、そちらの方また明日にでもアップさせていただきたいと思います。なかなか美味しいですね。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。